どうもチェリーです。今回は渋谷スクランブルフィギュアから予約受付中のソードアートオンラインユージオ白スーツバージョン7分の1スケールフィギュアのご紹介やっていきます。しかしただただイケメン、男も嫉妬するほどですよね。髪の毛の作りもね、一本一本綺麗でグラデーションがものすごいいいですよね。大きさに関してなんですが、高さが 239mm、 幅が 95mm、 奥行きが 109mm となってまして、いつもエフェクトがあるフィギュアがね多いんですが、ユージオはエフェクトがない分かなり飾りやすいサイズ感になってるかと思います。このバラがすごいんですよね。一個一個ね、繊細で本物かと見間違うような作りになってますよね。後ろ姿もね、なんでかかっこいいんですよね。えぐないですか？真っ白。なかなかこんだけ白いフィギュア持ってないですよ。まずね、国王自体も男性のフィギュアっていうのを持ってないんで、すごい新鮮な感じがしますし、お尻がね、これまた見どころなんですよ。ブリンブリンになってるんですよね。また後でね、別でお尻の方見せていきたいと思います。そして足元でございます。シワ感とかすごいでしょ。あの社会の窓のくっきりさがやばいんですよ。もう女性からしたらね、そういう一つ一つのポイント見ていくんちゃうかなとは思っております。男性から言うとね、やっぱりスカートの中とかそういう風なところ見るのと一緒で、女性もやっぱ見どころは同じなんちゃうかな。うわ、来ましたね、お尻。まだちょっとここではお尻は置いとってほしいんですけど、膝の裏の部分見てください。すっごいでしょ。あのシワ感はなかなか出ませんよ。ほんまにリアリティですもん。あと裾の部分とかすごないですか？かかとに乗ったら絶対あの形になりますからね。靴の部分も近くで見ていきましょうか。これもフィギュアって言っていいんかな。本物の人間の足元を見てるような感じしません？白一色の靴かと思いきや、ユージオカラーの水色がガーンとね、差し色として入ってるんですよね。おしゃれは足元からってよく言いますけど、まさにそれを体現してくれてますよ。しかし靴だけでここまでのクオリティ出してこられたらもうお手上げですよね。あー、下からのユージオどうでしょうか。今にも連れ去っていくぞと言わんばかりに手を差し出して、こんなバラまで持っちゃって、もし両親にね、結婚認められへんかったとしても、これやったら女性はついていきますよね。うわー、ここお尻見えますよ。これがね、スーツの後ろの跳ね上げゾーンから見える絶景でございます。どうぞご覧ください。すごいでしょ。くっきりね、お尻の線入ってるんですよ。ちゃんとお尻の食い込んでるというか、お尻の穴に向かってポーンとスーツが入ってってるんですよね。そこが影にちゃんとなってて、余計に食い込んでる感が強くなってるんですよ。素晴らしいでしょ。これを見たい方は絶対に手に入れないとダメですよね。それでは最後ね、ジロジロ見ていきましょうか。しかしね、白スーツが半端じゃないです。部屋の中で確実にギンギンに光りますよ、ほんまに。ほんでね、胸元とかしっかり見てなかったんで、ゆっくり見てってください。ネクタイとかバラのピンとかもついてんのかな。ハンカチも胸元入ってます。リアルですよ。本物か思うぐらいですもんね。で、後ろ姿はこんな感じです。いやー、ほんまシワの一つ一ついろんなところに入っててね、リアルもいいとこですよ。バラの花束から伸びるリボンもね、ものすごい綺麗で最高の仕上がりでございました。はい、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したユージオ白スーツバージョンの購入特典が2つありまして、まず1つ目が、購入したフィギュアをスマホでかざすとユージオが持っているバラから青いバラの花びらが舞う AR スペシャルモーションを見ることができるみたいです。2つ目が、渋谷スクランブルフィギュア公式販売サイト限定購入特典 B5 イラストカードがもらえるみたいです。販売ページに関してなんですが、渋谷スクランブルフィギュアの公式販売サイトと Amazon の e ストリーム公式、
アベマショッピング、この3つになっております。概要欄に URL 載せておきますので、よかったら見てみてください。価格が税込み 18,150 円となってまして、予約期間が2021年4月3日までと、まだまだ期間はあるんですけど、うっかり忘れてしまう、そんなこともあるかもしれないんで、欲しいと思った方は忘れないうちに予約するようにしてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。